ね、うん、言うて日本のことだしみたいな、ね、そうですね、うん、きっと歴女のあなたも見てくれてるんじゃないかなと思いますまあこれはね、とりあえずスピマスは本当に薄い薄いですね、はい、もう こんなに薄いこんぐらいです、うん。武田塾教務主任の中森です。武田塾教務の高田です。中森先生、はい、今回は2017年の武田塾のカリキュラム、はい、日本史について話していきたいと思います。来ましたね、日本史、まあ、私立文系でどの科目を選ぶかっていうと、やっぱ日本史を選ぶ人が一番多いんじゃないですかね。まあ中学内容からね、はい、割とつなぎやすいやっぱ科目なんで、まあね、言うて日本のことだしみたいな、ね、そうですね、うん、きっと歴女のあなたも見てくれてるんじゃないかなと思いますでは、日大レベルにかかる週数期間を教えてください。これ21週で、はい、ただ、完全な初学者じゃなければ16週ですね、うんうんうん、なるほど、わかりました、はい、で使う参考書の冊数は何冊になりますか。はい、これは、10冊なんですが、はい、講義系がまあ4冊1セットなんで、うんうんうん、まあ、実際に7種類ですね、うん、はい、わかりました。ではそれぞれの参考書を教えてください。はい、まず最初にあるのが、はい、完全な初学者、うん、もう日本史本当に中学の内容ぐらいしか知らないよみたいな、うんうんうん、人向けにやるのが教科書優しい日本史と、うん、教科書優しい日本史ノート、はいはい、これはめちゃめちゃ分かりやすいですよね。これね、イラスト化されてて、うん、織田信長がめっちゃかっこよかったりとかそう、ね、はいはい、なんで日本史すごい苦手な子とかもいると思うんですけど、うん、この本からだったらいけるかなと、うん、で教科書より日本史に、教科書より優しい日本史ノートもかなりごく絞られてるじゃないですか、うん、絞られてますね、うん、でやっぱ日本史とかだったら早く通史を終わらせて全体像を理解するってことが大事だと思うんですけど、うん、そうですね、教科書より優しい日本史ノートぐらい絞られてたら楽に全範囲を終わらせられるかなと思うんで、うん、日本史苦手な人にもおすすめですね。あれだったら本当に、いや高校1年生とかでも夏休みの間にちょっと日本史一気にやっちゃおうとかできますよね、うん、できますね、うん、第二次世界大戦を高3の冬に待たなくても、うん、高1から起こせるのが教科書に優しい日本史ノートですねそうですね、はい、でまあこれはいらない、さすがにこれはできるよみたいな人だったらもういきなり次の段階から入ってほしいんですけど、うん、はい、次に使うのが、まず講義系が、金谷の日本史、なぜと流れが分かる本。いいですね、はい、あと、30日完成スピードマスター日本史問題集ですね。おー、来ました、はい、まあ、武田塾の他の動画でもスピマス、うん、スピマスってよく言ってると思うんですけど、うん、これがスピードマスターのことですね。まあこれはね、とりあえずスピマスは本当に薄い薄いですね、はい、もう こんなに薄いこんぐらいです、うん、でまあ、大体見開き1ページとかで1つのテーマを抑えられて、はい、まあ、30テーマだと、うん、じゃあ見開き30ページじゃんっていう話で、うん、そうですね、でも用語はね、1ページあたりは結構多かったりはするから、はい、1ページ60個ぐらいですね大体、うん、はい、だから割とね、知識量はそんな少なくないんですよ、うんうん、でこれの最大の利点はテストがめっちゃ早くできるってなと思うんですよ、うんうんうん、その辺詳しく教えてください、はい、見開き1ページで60個あるから、はいはい、一瞬で答えないか答えられないかでやるだけっていうのを、うんうんうん、ページめくらずに60個できるわけじゃないですか。あ、確かに。ってことは、はい、一瞬で、例えば英単語でも武田塾って1秒悩んだらアウトってルールやるじゃないですか。1秒悩んだらルート、あの、アウトってルールで、例えば10個やるだけだったら日本史で、はい、多分1分かかんないと思うんですよ。確かにそうですね、かかんないですね。30秒ぐらい多分終わると思うんですよね、はい、だから30秒で10個テストして、うん、すぐに答え確認して、あれ答えも一覧にバッて見れるんで、うんうんうん、で覚え直してテストしてってやれば、うんうんうん、10個完璧にするなんて頑張れれば、慣れてくれば多分5分以内できると思うんですよ、うん、単語と一緒やってことですね、うん、日本史の用語も。そう、ただこれは漢字書けないから、うんうんうん、漢字ファンと練習しなきゃいけないんだけど、はい、口頭テストでめっちゃ早く練習していけば、うんうんうん、すげえ速さでその10個ずつ終わらせていけばさ、はい、終わると思うんですよ。はい、終わりますね、うん、これポイントですね。日本史とかだったらめちゃくちゃ漢字出るからっていうことで、うん、書きまくって10回ずつ書いて覚える子とかもいたりすると思うんですけど、うん、テストの回数が大事やと、うん、何回も繰り返してテストして、そのテストした時に全部合うまでやるっていうやり方やったら、うん、もっと早く終わるよってことですね。そうですね。であと、うん、じゃあなぜと流れが分かる本はどう使うのかっていうと、はい、これが覚えた後に使った方がいいです、メインは。なるほどなるほど。その前に使うならざっと読んで、これを完璧に理解しようとか、うん、これをなんか深く理解した上でスピマスに入ろうとかじゃなくて、うんうんうん、さっさと。武田塾では無料受験相談を受け付けています。受験について何か悩みがあればいつでも僕のところに質問しに来てください。質問しに来てね。はい、そんな受験相談の申し込みはこちら、
で、はい、我々2人プラスあと高田くんで高田先生若手が送る若手 TV これが始まりましたね。やばいっすね。そうこちらはですねちゃんとこちらから見えます。はい最後ですねやっぱりチャンネル登録してほしいじゃないですか。そうですね皆さんこちらからチャンネル登録の方もぜひお願いします。お願いします。